オフィリアさんは自分の温泉宿へ。ディディさんは、実は今僕たちはドラゴさんのところに厄介になっている。魔族を消す力を持つテラーホークの呪文を使ったリアン、ドラゴさんが見た限りでは今のリアンは普通の人間とほとんど変わらないという。私、洗濯物を取り込んできますね。リアンちゃんもよう働くの。しかしやっぱり兄弟じゃの。こうして落ち着いてみればよう似と。情けない話なのだが、僕は再会した時には、ここしばらくは平和な日々が続き、僕も概ね幸せと言えるだろう。そんなある日、思いがけない人たちが訪ねて、オフィリアさん、それにティティさんまで。よう、元気にナンパしてるか。あっていきなりそれはないですよ。おかえりなさい、リアン。ありがとうございます。まさか、ティティさんも一緒とは。野暮なこと聞くなよ。仕事よ、仕事。またガイドの仕事。まさか、今日はレオンちゃんとリアンちゃんと。やれやれ。こりゃ、ここは酒場ではないぞ。あら、何言ってんのよ。こやつは。まだ起きてらしたんですか。しかしみんな見事に潰れちゃったわね。勘弁してください。子供にはまだ早かった。ここに来られたのは、実はちょっと手伝ってほしいことがあってね。最近また恋。そう、この世界。なんだって。それじゃまさかバルガが生きているとでも。それはさすがにないと思うわ。要は、ええ、場合によっては水臭いですよ。ありがとう。一ついいわよ。どうしてオフィリアさんがそんなに。母親の血かしらね。昔。そうなんですか。レオン君はどうなの。正直、後継ぎ云々は別としたら、僕は人間と魔族の架け橋になるなんて。それでいいんじゃないの。そうですか。もう遅いわね。なるほど。大実はここからちょう。なんじゃと。ここは安全よ。翼を持った魔物でもあの峰はこ。うん、そうだ。なるほど。何、ここが安全と分かってても。まこうして僕たちは、そして道中特に俺は。まさかこんなところまで。おい、レオン。みんな、レオン遅かったやないか。Thank you.
いま。でも本当にリアン、ありがとう。話は先に届いた知らせで大体わかってるわ。でも見ての通り、こ自体は一刻を争う。はなっからそのつもりで来とるんや。ひとまず城まで戻りましょう。いらっしゃいませ。あら、ここ。いえいえ、レッ、それがどうして私の城。ギク。城内で店舗を開く。あのですね、そう、嬉しい。冗談よ。はい。デーモンクラスが現れるの。you
you
リアンと初めて出会ったんだよね。あれからいろいろあったけど、前から聞こうかと思っていたんだけど、お父さんから話は聞かされていたから。おい、そろそろ行くで。行こう、お兄ちゃん。何泣いとるんや。
それはね。え、いや、うるさいわね。今、はい。言っとくけど、ここから。じゃあ、行きますね。あ、ちょっと待って、この先。また、その心意気。ここを登り切ったところに、問題の塔があるんだな。だいぶ、日が…まずいわね。こんなに綺麗な夕焼けなのに、伊達に山暮らししてないわよ。